皆さんごきげんよう、さおりです。今日は以前リクエストをいただいておりました私の愛用の香水についてご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。香水の説明ってよくなんかトップノートがうんたらかんたら、次になんとかかんとかで、最後にうんたらかんたらみたいなのがあると思うんですけど、香りが変わっていくとかっていうのもそんなにわからないタイプでして、で多分そういう風に説明されてもわかんないよっていう方も多いんじゃないかなって思ってるので、まあ、そういう何の香りとかももちろんお伝えしていくんですけど、そのなんか印象とか抽象的な言葉で基本的にはご紹介していきたいなと思ってるので、専門的な知識がある方とかにはしょうもない動画だと思うんですが、まあ、普通にいい香り探したいなっていう方にぜひご覧いただきたいなと思います。はい、では今回8個香水ご紹介させていただけたらなと思います。でまずは割とこう一般的な万人が好きそうなものから、だんだんちょっと癖があるものまでっていう風な流れでご紹介していこうと思います。ではまず1つ目がこちらです。じゃん、ジル・スチュアートのクリスタルブルームエターナルダズルです。こちらは以前ポーチの中身の時にこの、ロールオンタイプのものをご紹介させていただいたんですが、それの、ボトルタイプでこの香りがお気に入りなのでどっちも持ってます。でジルの香水は私が多分中1ぐらいの時にジルのコスメラインができたんですけど、その頃から私実はジルが好きで最初の香水から持ってます。最近はいろんな種類が出てきたので全部は持ってないんですけど、結構新作が出るたびに必ずチェックしています。っていうのも私はこの間まで接客業をしていたので、万人にいい印象を与えるような香りをつけたいなと思って、で割と仕事用でこれをつけていることが多かったです。で香りはもうこのボトルからも分かるように、とにかくお花で女子の香りで、一応公式のページには、天国のような島に沈むサンセットの光に照らされた花をイメージした香りって書いてあります。ベルガモットとかレモンの香りがするみたいですね。なんかなんだろう、お花の香りって言っても全然甘ったるくはなくて、確かに島って感じ、なんかパーっていう感じうん、もちろん女性らしいんですけど、甘くて重いとかっていう感じではなくて、つけたらなんか草原で風が吹くみたいな感じかな。女性らしくて柔らかくて優しいんだけど、ちょっと憂い感もあるみたいな感じの香りですね。なので可愛いだけじゃ嫌だとか、大人の女性の魅力を出したい、でも甘めは好きみたいな方にいいんじゃないかなと思う香水です。では次にこちらです。トッカのジュリエッタという名前の香水です。美容家の牧野和代さんの、セミナーに参加させていただいた時にご紹介されていて、すごくいい香りだったので購入したものです。なんかボトルもコロンとしていて、ちょっとこうキャップの部分もアンティーク調になっていて、置いておくだけでもすごい可愛いなと思います。多分嫌いな人がいない香りなんですけど、さっきのこうフローラルな感じとはちょっと違って、私にはちょっとこうパウダーっぽい感じの香りかなと感じます。一応ホームページを見たら、ローズとかイランイランとか、花果実系の香りっていう風に書いてありました。ただ私には結構なんか石鹸っぽい香りに感じます。私の鼻がおかしいのかもしれないですけど、で、イメージ的にはイタリアのちょっとだけ田舎のアンティークの家具が置いてあるホテルに泊まって、朝洗濯をして窓を開けて干すっていう感じの香りがします。なんかこれ嗅ぐといつもそういう気持ちになるんですよ。なんかこうとにかくヨーロッパの香りがするんですよ。清潔感にあふれる香りなので、これも絶対嫌いな人いないと思います。これはかなりモテ香水かなと思います。では3つ目がこちらです。エルメスのオールルバーブエカルラットという香水です。これはとにかく爽やか系です。で、エルメスのお店の前でなんか香りを配ってた時があって、それを香ったらあまりにもいい香りすぎて買いに行った香水です。なんかルバーブっていうのは野菜らしいんですけど、公式ページには生き生きとしたナチュラルな香りって書いてあって、本当にその通りで、もうフレッシュで、これもなんかこう
シュッとつけるとファーってこう風が吹くみたいな感じの本当に爽やかな香りです。まあ、割とこう軽めなので持ちはそんなに良くないんですけど、で割とまあ爽やかなので朝のイメージかなっていう感じもするんですけど、個人的にお気に入りでつけてたシーンっていうのは、仕事中もそうなんですけど、結構仕事終わりで、当時仕事終わるの8時とか、まあ、9時前ぐらいだったんですけど、疲れたって思って、でもこのあとちょっとご飯の予定あるとかいう時に、よしリフレッシュするぞってなって、でこれシュッってするともう一気に爽やかな気持ちにしてくれるっていう感じの香水です。でもすごくピュアな植物の香りがするので、リフレッシュ効果がかなり高いんじゃないかなと思う香水です。では次にジョー・マローンのウィロー&アンバーという香水です。こちらは今年の3月に限定発売された香水です。正直ねすぐ完売してしまったみたいなんですけど、で私も実は、ゲットできなかった中の一人でして、結構いろんな店舗を見に行ったりしたんですけど、どこ行ってもなくて、でも諦めきれなかったんですね。ずっとこの香りが忘れられなくて、でどうやってゲットしたかというと、3月末に羽田空港にジョー・マローンがオープンしたんですね。ちょうど、4月中旬に彼が海外出張があったので、その時にちょっと見てきてってお願いしたら、その新しい店舗に入荷してたんですよ。なので限定なのでさすがにないかなって思ったんですけど、新しい店舗には入荷してるみたいで、ちょっと他の店舗のこととかは正直わからないんですけど、4月中旬は羽田空港の店舗にはありました。でこれがもうめっちゃいい香りで、見てわかるようにこのグリーン系なんですよ。もうこのね、なんかお花とかじゃなくて、このグリーンの本当に透明感がある爽やかな香りっていうのがもう最高でございます。爽やかな朝の水面に優しくかかる表情豊かなしだれ柳をイメージしているそうでして、で、ちょっとこうウッディな香りがします。森にいるみたいな感じで、まあ、ただの森ではなく湖とかがある森で、ちょっとこう動物が湖の水を飲んで、あいい朝だねみたいな感じの香りです。これは一番ゲットしたてなので、最近は毎日これを使っています。